子どもたちに日本の伝統文化の魅力を伝えようと、2月7日、中原小学校で能楽体験・鑑賞教室が開かれました。この教室は、南北朝時代から室町時代にかけて能楽を大成した観阿弥ゆかりの地である三重県の子どもたちに能の楽しさを知ってもらおうと、平成12年から開かれています。中原小学校では、5、6年生の児童40人余りが、能楽師吉坂一郎さんら5人から、能楽の歴史やお囃子で使われる笛や鼓などの楽器について学びました。まず左手をしっかりと振る。じゃあ左手を緩めると、吉坂さんらは、能は歌と舞、演奏からなるミュージカルのようなもの、ひな人形の五人囃子と同じ順番で並びますなどと分かりやすく解説。また能面は角度によって表情が違って見えることを説明すると、子どもたちは不思議そうに見入っていました。続いて子どもたちはグループに分かれ、舞や楽器演奏を体験しました。子どもたちは初めて触れる和楽器に戸惑いながらも、講師らに構え方やコツを教わり、独特の音を響かせていました。楽器の方は思ったより音が出なくて、前の方も足がリズムがまずは分からなかったけど、どんどんやっていくと慣れていって、だけど初めからあんなに難しいのに、あの人たちよう頑張ってあそこまで行けたなと思います。能っていうのがあるっていうのは知ってたんですけど、どんなのかっていうのが知らなくて、今日それを知れたので、また機会があったら見たいなと思います。